重曹、高尾山。そうやわね、たまに早いが早い。考えた通りね、こっち来たらね。ゆず、ね、ゆず、ゆず、絞って、だしが。地元では、タコの山で親しまれている。帰ってくれなさい。お酒飲み。今日はこっちから上がってこっちへ降りてきます。イノシシ？イノシシ。ああ、イノシシ。イノシシが出てる。紅葉が少し残っている綺麗。はい、峠出ました。峠あの山やって、うん、なんていう山？町山。三砂路を右に行きます。こっちへ行くと考える村の方へ行きます。もっと前、いつもやったらいっぱい入れてくるから、うん、もう今日は機械聞いてるから、うん、これも順番より3、4、5、6、7、平らなところに出たね。もうここは頂上のはずじゃ。はい、ここが300m の山頂になります。はい、山頂標高 300m、 ピークであります。はい、今から下山です。
こっちが下山道ですけど、次のピークへ上がります。釣りは切れて下へ焦げて、ほらここもまた残ってる、こっちを抜いた。ねえ、枯れちゅうわやないか。わあ、何で。よし、降りろ。筋は高尾山。そう。さっきはこっちから上がって、こっちに降りてきました。こちらから上がってきて、今度は高尾山の方へ上がります。眠たいな。はい、山頂山頂、高尾さん。おう、ちゃんと見てくださいって、椅子が乾いてやが。溶けたところ覚えてるね、まちこちゃんは。
すれん。こっちへ行きます。竹が。はい、ここに稲があります。はい、出ました。はい、ここへ出てきました。この後、車で移動し、近くの琴ヶ浜でコーヒーブレイク。